やさ、ちょっとこれ見てもらっていいですか。ジャックポット。はい、これお気づきですか。琵琶湖は、いい質問ですね。琵琶湖の必勝デメだみたいな感じで8選くれたじゃないですか。8点、うん、別に琵琶湖じゃなくてもいけんじゃねえかみたいな感じで買っちゃったの。買いました。いや、あれ違う違う、え、あれは琵琶湖の、しかも初日よ。はい、だから他城はない。いや、だからそれをあの三好さんが嘘つきじゃないっていうのはある意味証明する。はい、どうも皆さん、江戸瀬骨です。ただいまの時刻というか日付はですね、12月の26日、ちょっとクリスマスが終わってですね、日付が変わって26日というところで、26日にね、ちょっと今日平和島の収録があるんですね。三好さん、三好の孔明先生、そして私、江戸、志都君の3人でね、平和島でそれあると思いますという動画の、まあ、収録があるというところで、ジャックポット三好さんと収録した時にやったんですけれども、まあ、そこで三好さんがね、動画の最後に、まあ、こんなことを言ってたんですね。はい、ちょっとこちらどうぞ。今度あれ、提案しますよ。三好さんが提案してくれるんですか。だってこの平和島の15選でだいぶいけてるわけだから、まあ確かにあんなのでいいわけでしょ。はい、ということで、まあ、三好さんがね、ちょっと俺がじゃあもうジャックポットの目を考えておいてやるっていうところで、この前ちょっとこういったラインが来まして、ジャックポットやるって、26日、琵琶湖初日はこれしかないデメでって、まあ、琵琶湖を攻略しようというね、おそらく三好さんの琵琶湖愛がね非常に伝わってきますね。この 8.1261532123214231342 の8点というところで、まあ、これをね12レース買うんですけれども、まあ、これは多分本当にね三好さんが頑張って調べてくれた結果、これは正しいと思うんです。ただですよ、ただ僕多分ねこれ以外にも通用すると思うんだよね。別の情報も一応買っておきましょう。福岡も明日初日なんですよ。なんで大丈夫、何が大丈夫かちょっとよく分かんなかったけど、目的にインコース強めの目だったじゃないですか。1あの2頭だの3頭だのっていうところで、ちょっとツトがいいんじゃねえかなっていうところで、ちょっと明日ねツと琵琶湖と福岡、この3条でね、まあ、三好さんおすすめのこれ貼ってるのでね買ってみたいと思います。早くもう寝て一緒に備えたいと思います。皆様おやすみなさい。ごきげんよう。開催状が正しく記入されていません。開催状をお選びください。あ、福岡できない系もしかして。ここで緊急事態が発生。なんとこの日購入予定だった福岡と肝心の琵琶湖の船券が平和島劇場で販売していないことが判明。とりあえず福岡の代わりに三国の船券を購入、そして琵琶湖はテレボートで購入することに。そのため今回の動画はリアル船券ジャックポットとテレボートジャックポット両方同時開催いたします。皆さん、ちょっとこれ見てもらっていいですか。ジャックポット。はい、これお気づきですか。琵琶湖は、いい質問ですね。琵琶湖の必勝デメだみたいな感じで8選くれたじゃないですか。8点、うん、別に琵琶湖じゃなくてもいけんじゃねえかみたいな感じで
買っちゃったの？買いました。いやあれ違うじゃん。え？あれは琵琶湖のしかも初日よ。はい。だから他城はない。いやだからそれをあの三好さんが嘘つきじゃないっていうのをある意味証明するために僕は他城も買ったんですよ。はあ、これだって住之江と三国？はい。これ琵琶湖限定でやったんだ。だってまあじゃあ一回見てみましょうよ。うん。とりあえず琵琶湖だけってことね。そう、今僕のこのテレボートの中に琵琶湖しか入ってないんですよ。琵琶湖を購入して、でまず的中があるかどうかをパッて見ましょうか。そうだね。じゃあちょっとお願いしていいですか。はい、撮影しておきますんで。じゃあ三好さん、うん、三好さんここ押してください。三好さんが押したらいいんじゃない。的中一覧、はい、押してください。そこ押したらもう出ちゃいます。ここね。はい。おお、めっちゃ当たってる。3、4、11、12と当たってるよ。8点、8点だよ。サブ1。あとでも配当だよね。安いところがあるんで、買い目的に。まあ確かに確かに、ね、1、5、3とかありましたね。ありますから。サブ1だから、じゃあ3から押してってください。1個ずつ、1個ずついきますよ。ドゥン。あ、1周1段。まあまあでもしょうがないでしょ。まあまあしょうがない。1周1段に戻って、じゃあ4いきますよ。おお、もうこれでペイだよ。これはね、241。うわー、秋山、村上、もうプラ格、もうこれプラ、もうこの時点でプラ格です。なんだ、11いくよ。これ安いか。いや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 。麺は153、9000、930円。であともう一個あるからね。12レース。あー、12レース。で結果ですよ、残高。ほらめっちゃ勝ってる、めっちゃ勝ってる。どうです、めっちゃ勝ってる。あると思います。これは必勝ですね。なんで住之江とか買ってんの。いや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 、住之江とか三国とか買ったのあれ関係ないからな。逆に住之江とか三国でも当たるようであれば、うん、全場全場共通共通みたいな。いやいやいや、琵琶湖の初日限定だから、しかも。いやまあ一応ね、こっちもあるんで、ありますから。はい、はい、これはもうどうでもいいよ。いやいやいや、でちょっとこの後の物語は、はい、あの場外で見に行きましょうよ。はい、ということで、ただいまの時間5時10分ですかね。ようやく住之江の11レースが終わって、これちなみにあの言い忘れましたけど、住之江12は買ってないんですね。なので三国とか買ったんでしょ。三国は全レース買いました、はい、さあ行きましょう。さあ行こう。これで琵琶湖よりも当たってたら全場対応と。そうですね。この投票権は的中していません。この投票権は的中していません。あれ？あれ？何？当たったぞ。おお、当たった。おお。あれ？もう一枚。もう一枚行きました。どういうこと？あ、まあ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 。もう一枚4000になりました。この投票権は的中していません。この投票権は的中していません。バックカード。はい、はい、ま、じゃあもう、もう半分ですね。はい、行ってみましょう。支払いせ、この投票権は的中していません。この投票権は的中していません。この投票権は。ああ、もうやめてよ、そのフリーズ。この投票権は的中していません。この投票権は的中していません。この投票権は。これ初日対応じゃね、やっぱり。この投票権はフリーズやめてほしいね。おお。琵琶湖です。全場対応じゃない。全場対応じゃない今の。何ですか。この投票権は的中していません。この投票権は的中していません。返却の投票権、この投票権は的中していません。返却の投票。皆さん、爆益です。支払い生産。なんだ、増えちゃった。増えちゃったな。琵琶湖が一番勝ったでしょ。いや。ありがとうございました。180倍がありました。はい、あれやばかったね。うん、一撃180倍。琵琶湖が一番ですね。爆益は。いや、これで2つで3万でしょ。積みないです。
琵琶湖一条で4レース的中で1万まあ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 神の発展で、いやー神エイト、神エイト爆撃だったな。ありがとうございます、ほんと。はい、ということで、ただいまの時間はですね、約5時20分というところで、我々これからね平和島を後にして、なんと珍しく今日はねしとくんが運転というところで、宮下さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい、ですね、実はジャックポットの方なんですけれども、先ほど軽く計算したところ、はい、3万2000円のプラスでしたね、合計で。珠玉の発展。宮下さん、あのさっき僕にすごい文句言ってましたよね。お前ふざけんじゃねえぞと、これは琵琶湖初日限定名だみたいな。他所でももちろん使ってるんだけど、はい、使ってほしくないっていうことですよ。あ、やっぱりこれは秘密にしてほしいという。欲しくない。なるほどなるほど。あ、これじゃあこの動画お蔵入りにしまった方がいいね。琵琶湖下がっちゃうから。あ、本当ですか。あ、本当は教えたくないのを教えたんだから。なるほど。わざわざね。さあ、ということでね、一応今回結果一覧見るんですけれども、ただちょっと今回ね見方が難しいんだよな。いろいろコンビネーションじゃないからね。そう、なんか8点どれがあったかなっていうところなんですが、でもまあ取ったのはやっぱこれですよね。一番大きかったのは18126ですよ。三国126、これがやっぱ一番大きかったっすね。であと琵琶湖でもね、実際琵琶湖限定名で4本当たってるっていうところでね、しっかりと、だって唯一出た満州、ここだけですよ出た満州、これしっかり当たってますし、これはいい出目だな。ちょっとこれ三好さんありがとうございます。これ早速殿堂入りということであると思います。はい、あると思います。琵琶湖のファンは結構買っちゃうと思うんだよな。あー、では逆に琵琶湖のファンからクレームきますよ。なんかオッズ操作、まあ、僕はもう2日目限定も持ってるんでそれは今回は後悔しないです。なんでですか、そこを教えてくださいよ。バレちゃうじゃん初日だけよ、もうもうここだよ、もうちょっとだけよとこの先は三好さんのね仏壇と壺を買わないと。いろいろなことを僕はね無料でやってるんだから。三好さんの仏壇はダメなんだ。信じちゃってる。いやー、でもなんか三好さん正直ですよ。僕台本的には琵琶湖で全然当たんなくて他城で当たって、何やってんですかみたいな。全部うまくいきました。本当ありがとうございます。ぶっちゃけた話言うと、俺が言ったんだから江戸君に。まあ確かに、そうだ。いや、琵琶湖のあるけど やらないって言ったのに。あれ、そんなこと言いましたっけ。そう、いやいや、そんなこと言ってないです。やりますって言いましたよ。ぜひこの8選で8点で行こうと。いや、それでなんか最初なんか三好の名前を出さないみたいなこと言ってたもんね。いや自分がなんかさも発見したような感じでやってきますみたいな。皆さん今からでは間に合うよね、出さないっていう全部カットで